本日は花だれ公演ありがとうございました。本日の公演はすごく前髪が浮いておりましたが、帰宅してお風呂に入ってしっかり浮かないようにしております。ありがとうございました。こっちは耳かけようかな、かけない方がいいかな、かけない方がいいですね。こんばんは、フラペチーノさん、お餅ありがとうスタンプ、ありがとう、こちらこそありがとうございます。お正月にサーチャさんお疲れ、大吉さんお疲れ、クロさんお疲れ、カマちゃんハッピーニューイヤー、ジュナイさんお疲れ、カマちゃんアイス、トシキさんお疲れ、ヒラリンハットさんセンス、ありがとう、ありがとうございます。お、来週日曜日の花だれ見に行きます、待ってます。今日は昼夜で選抜メンバーと船織りのメンバーで分かれてたけど、来週の花だれは結構ごちゃごちゃなので、また違う感じになるかなと思います。そうですね。そんでね、今日からお話し会が始まったんよ。新年からお話し会始まっちゃったんすよ。4部でした。わーい、増えたよ。4部増えたよね。もともと3部の人だったの で前回4部になって、その後5部になってたから4部でした。やったー、みんなの都合が合う日に会いに来やすいですなね。この時間はいけないんだよってやつが減るかな、ちょっとは。嬉しいです、嬉しい、いやいやいや。でも今日はメールにも書いたんですけど、もっと気を引き締めなければと思った一日になりました。ですね、まだ9枚目すら発売されてないんですけれども、10枚目に入る、いやもっと頑張らなきゃだよっていう風に言われてしまいましたので、頑張りたいと思います。このままではもう次のシングルだっていうのを聞きまして、頑張らなければとすごく今日は帰り道に一人反省会をして帰ってまいりました。パフォーマンスがとかではなくて、パフォーマンスではないところとかもろもろ頑張ります。頑張るぞ。シェンさんお疲れ、ケンマンさんお疲れ、スプマンテさん明けおめ、フクちゃんお雑煮ありがとう、クックさんアイス、スプマンテさんお餅、山猫坊主さん明けおめ、カメさんロンニ、トニさん拍手10個、福ちゃんいいね5個、クロさんレインボースター10個、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってよ、コメント遡ってるからね今。待ってね、読むけ。おー、楽しかったです、ありがとう。あ、お話し会申し込んでみて、ありがとう。リアルお話し会の申し込みもあります。まとめなきゃ。時間割がさっきファンの皆さんと同じタイミングで知ったから、まだまとめれてなくて、何をしようかな、なんか服とか決めたいけど、ちょっと今日目の下がさ、オレンジじゃなくてさ、ここに塗るやつを塗ったらすっごいなんかギランギランになっちゃった。ひどっちさんセンス10個ありがとう、チャンレナセンスありがとう、かまちゃん花束ありがとう、こんばんは。アディクテッドトゥーユーさん、レインボースターありがとう。
アダムダンさん、お餅、ユイヤさん、あけおめさん、こありがとう、帝国さんありがとう、スタンプこちらこそありがとう、クロさん、あけおめありがとう、ありがとうございます。リンコとのツイート、そう、リンコから今日ねこれをもらいました。今日リンコと一緒に公演出てないんですけど、入れ違いで私たちが帰る時間にリンコたちがリハ始まるって感じで、ちょっとあえてこの長崎のルルルンをもらいました。あ、うさぴょん姫さんありがとう、パンダのなんかすごく演技が良さそうなやつありがとうございます。みゆちゃん、レインボースターありがとう、じゃーん、あれピーナッツじゃないやピーナッツの香りじゃなくてチューリップの香りがするらしいです。ピーナッツの香りはちょっと美味しそうすぎて違いました。キヨ兄さん、ハッピーニューイヤーありがとう。ジンダエさん、センスありがとう。 TCOC ね、 TCOC、 昨日アクリンさんにあげたんですよ、あのクリスマスの時にサンタさんしてくれたから、今年も去年もしてくれて、今年も玄関にお菓子いっぱい届けてくれたけん、お返しを昨日ね届けたんですけど、お年玉ですって言って、したら TCOC ありがとうみたいな、 TCOC 好きなの知っとったんって聞かれて、 TCOC なんだろうなと思って、なんだそれはと思って、あの好みが分からなかったので想像で選びましたって言ったら、言って TCOC って何ですかって言ったらね、なんかあかりんさんが作った略語らしくて、とろーりとろーりクリームなんとかコーヒーゼリーみたいなやつを、そう、たまたまこの前あかりんさんとスーパー行った時に、あのコーヒーゼリー好きなんよって言っとって、だからあコーヒーゼリーあると思って、たまたま買ったやつがあかりんさんが特に好きなやつだったらしくて、なんかすごい感謝されて、で今日もあの私たちが本番終わって帰る時にあかりんさんがちょうどメイクとかされてたんですけど、パスでありがとうって言われてね。あ、そう、とろーりクリームカフェゼリー、それ、そういうやつ、それそれそれ、とろーりクリームオンカフェゼリー、そう、それをたまたま買ったらめっちゃ好きやったらしい、よかったです。プーさん、クマありがとうございます。クマ、そう、プリンじゃない、なんかしかもプリンじゃないのがいいみたいな、カフェゼリーの方を選んでるのめっちゃいいみたいな言われて、うん、よかったです。そう、そっちの方のセンス、それを選んだセンス良いみたいな感じでめちゃめちゃ褒められて、思わぬところで褒められまして、ありがとうございます。クロさん、センス10個ありがとう。あと今日はあの奥さんにも明けおめできたし、よかったです。こんばんは、パセリ麺取ってます、ありがとう。自己紹介は明日か明後日に届きます。だから自己紹介メールまだだから、毎月3日ぐらいに送るので1日に取り忘れても安心です。まだまだ間に合います。秀明さん、センス10個、センスじゃない、センスじゃなくてセンス10個ありがとうございます。センス、サインに嫉妬してないよ。初日の出のメール私送ったじゃないですか、昨日の夜、初日の出誘われたけど断りましたって。だから、あ、私が断っておしめんと言ってると思いました。そう、昼公演あるから、やんちゃんは夜公演だけど私昼公演だから寝ますって言って、そう、絶対今日の朝の沖さんのツイート見て絶対に言われるやろうなと思ってたんですけど、一切嫉妬しておりませんね。そう、こんばんは。
いや今日はいつもここにオレンジ塗るんですけど、ハイライトをね、鼻にいつも塗ってる、このハイライト塗ったらギラギラになっちゃっただけなんですよ。それでたまたま前髪が今日浮いてるからなんかメイクが違うく見えるだけど、でもいつもとメイク方法は変わっておりません。ここの目の下の色が違うぐらい、ただギラついてるだけです。こんばんは。羽子板売り切れでした。売り切れだったの。私も今日沖さんのうちは買おうと思ってさ、マネージャーさんにまだありますかって言ったら売り切れですって言われました。また買えんかった。クリスマスの時も買えんかったのに、また買えんかった。買わせて。こんばんは。羽子板ね、お見送りで持ってる方いたそれであれするんかな、遊んでくれるのかな。こんばんは。アクスタ、アクスタ私いいんですよ。うちわが欲しいんですよ。うちわが欲しい。カジノ本店さん、お断りです。佐田尾さん、明けおめありがとう、ありがとうございます。匂い嗅いでみたい。チューリップの香りってどんな匂いなんだろう。ちょっと嗅いでみようかな。汗嗅いでみます。リンコにもらった九州限定とか言って、本当にこれ九州で買ったんかな。絶対広島で買ったやろリンコ。これチューリップの香りなんや。なんかフローラルなお花の香りがします。そりゃそうか。これがチューリップの香り。木小林さん、お餅ありがとう。センスもありがとう。黒さん、お餅ありがとう。リンゴにもらいました。飾るチューリップの香り。あ、裏に書いてた。貴重な長崎原産素材で作ったルルルン、保湿成分長崎産チューリップエキス、長崎産ビワの葉エキス、ハリツヤ成分長崎産椿花エキスだって。だから、あ、なんかちょっとなんか分かる、ツツジっぽい匂いがしたんですよいろんな花が入ってるってことか。なんかね、あーでも違うかも。うん、なんか、うん、こんばんは。今日はね、お正月だからね、なんか清楚な服を着てみ、なんかおしゃれなワンピースを着てみました。あ、ネックレスつけ忘れた。ネックレスをつけ忘れた。そうなんです。じゃーん、見えますか。ベルトもついてて可愛いんですけど見えないですね、あんまり。じゃじゃーん、今緩めてるんですけど、あれめっちゃ開いてます。じゃじゃじゃん、ワンピース。いやー、パセリ初詣まだです。でも行く約束してるので行きます。楽しみです。とってもちゃんと無事に行けるといいな。シャーショーサさん、ありがとう。今日は A ランチさん、かわいい、ありがとう。イハクさん、明けおめ、明けおめ。そう、多分前髪パッツンなのもあってさ、なんかちょっとこけしみがある。たかみーさん、明けおめ。やっほーみんな。お風呂上がりだから髪がサラサラなんですよ。汗かきすぎて寒くて。たくやさん、明けおめ。今日も可愛くてありがとう。こちらこそありがとう、可愛くて助かったクロさん、ありがとうね。公演楽しかった。今日の公演の嬉しかったポイントがあった。あのね、和光ゲバントホールへお越しの皆さんっていう最初のセリフを初めて言いました。私、あのマイカー公演とか PR 舞台とか、これまでのいろいろななんかイベントとか6人のイベントとか、そういうのでも一回もやったことなくて、3年間で初めて最初のやつやりました。
とっても嬉しかったけど、あのとっても嬉しかったくてめちゃくちゃ練習したんですよ。一昨日ぐらいからずっとソラハさんとおる時もずっとワクワクバンドホールや腰の皆さんって言って練習してたのにね、練習してたのに今日は変化球で新年って言わんといけんのに、そうこんにちはって言ってしまって、そうそこをミスった。めっちゃ練習したのに。悔しい。千日配信はあの何もしないと思います。普通にお仕事があるライブがあります。だから特になんかこれといってする予定はないですね。きっと東京とか関東にいます。私はサンリオライブの日なので、だから何もしないですね。1月も多分なんかできる日がまだわからないけど、何かしたいと思ってるんですけど、ちょっとねあのいろいろあるのでまた落ち着いたらいろいろやりたいと思っています。だからその当日はホテルにいるからきっと何も、誰かと同部屋な気がするので、その同部屋の子の配信とかも邪魔しちゃうからやらないです。いくお疲れ。ご用心メンバーで表情よかった。え嬉しい。今日はなんか頑張ろうと思った。あれで何パセリが入って選抜入ってよかったって、パセリでなんでパセリなんだと思われないように頑張ろうと思って今日は頑張りました。でも MC がなかった。今日私もやりたかったリコちゃんとソラハさんのとこどうもどうもみたいなやつやりたいと思って見てました裏で。配信はしますよ、ショールーム配信。でも千日っていうあれはしないと思います。あの何スタジオとかはもしかしたらあるのかもしれないけど、今のところ何も予定来てなくて、そういう大々的なショールームの日あれで今日は千日だからこういう企画をしますっていうのはしないです。配信はもちろんします。あのもう習慣というか日課なのでするけどします。でも同部屋の子がちょっと困っちゃうと思うのでしないでおきます。こんばんは。でもいろいろしたい企画はあるんですよ。ずっとタコパしたいとかパフェ作り配信しようと言ってるので、あのもろもろ落ち着くまで待っててもらえたらと思います。いつかわかんないけど、ちょっと目のここあれだ。ああえそうじゃん、9時から相棒だった、忘れてました。公演が終わる時間を待ってたんですよ。帰ってきていつもさ公演って6時からじゃないですか。だから6時までの間に1回配信して、公演の時間配信せずにして、それが公演が終わったらもう1回配信しようと思ったけど、今日めっちゃ早くて夜公演の時間だから待ってた。いつもと違ったんですね。伊白さんゾウニありがとう。こんばんは。えカラオケ配信もしたいんですよ、ずっとそう言ってるけど、あの早い時間にできる日をね見つけんとね。さゆっちょさん、くまくるとしくまちゃんタワーありがとう。何の何何タワー。ひであすみさん、バラ10個じゃない20個。くろさん、回復薬ありがとう。いやカラオケボックスからがね、そうするのがずっと言ってるんですけど怖いんですよね。そのなんかなんでメンバーのみんなそんなできるんやろうと思ってしまって。選抜おめでとうだわ、ありがとう。またお礼書く、ね、書きます。あ今書こうかな。あでもペンあっち置いてきちゃった。ゆっくり書くね。昨日いただいたタワーのお礼はね書いたんですよ。ちょっとまたシールも貼りたいのでね、明日にですかね、明日見せます。来れる？無理そうだったらまたあの今日にする？でも今時間あるけん今日書くか。待って、そしたら昨日いただいたタワーを先にお礼しよう。陣内さん、お餅ありがとう。
メロンパンさん開運、あ、大吉だった。パンダが照れてた、ありがとう。今日は23時ぐらいまで配信しようと思ってます。もうお風呂入ったから寝るだけ、メイク落として寝るだけなので23時までして、その後相棒の録画でも見ようかなって思ってます。いっくん中吉やった、ありがとう。うぃー、ありがとう。昼公演来ました、ありがとう。昼公演イエイイエイ。さっきまでジョブチューン見てました、ローソンのやつ。ローソンのジャッジ見てたよ途中まで。あのアイス買いに行きたくなった。一昨日あれ買うか迷ったんだけどね、買わんかったんよ。買えばよかったと思いました。スシロー見んかったんよ、録画してるから後で見る。じゃあ昨日いただいたタワーのお礼をしたいと思います。では行きます。じゃん、年賀状っぽくしました。山猫坊主さん、本年もパセパセして心を休められる存在でいられるよう頑張ります、ことよろ。ありがとうございます。ポイントはウサギがいるとこです、隠れウサギがいるところです。ありがとうございます。年賀状、金河新年の意味もちゃんと調べた Google で。ありがとうございます。続いておみかんさん、じゃーん。おみかん様、本年もたくさんパフォーマンスを見たいと思ってもらえる推しがいのあるアイドルになります。元日公演ありがとう。いえ、これは鏡餅にしました、みかん。ありがとう。続いてしんちゃんさん、しんちゃんさん様すっごい、もうちゃんにさんに様もついてます。今年もたくさん歩いて踊ってアイスをお腹いっぱい食べる幸せな一年にします。胃袋お揃いは大変なことになるので、たまに。ありがとう。ポイントはアイスです、テーマはアイスです。ありがとうございます。そしてやすべえさん、やすべえ様、たくさんいる推し各公認の中でも一番楽しく応援できるアイドルになれるよう日々頑張ります。元日公演ありがとう。イエーイ。ポイントはサンがウサギの耳になっているところです。ありがとうございます。イエーイ。ゆうたくんお断り10、新年からお断っていく。あとお餅10個ありがとう。じゃあお礼書こう。本日いただいたさゆちょさんのお礼を書いちゃおうかな書こうかな。え、次はどんなモチーフにしようか、どうしようかな、どうしようかな。お見送りでメッセージ逆でごめんねそう、あのそうツッコミされてたね、私と言うなやない、キャクキャクって言って嬉しかったです。なんか今日パセリ推し多かった。なんで、え、なんでなんで、嬉しかった、めっちゃ。え、パのなんかパ推しの人おるかなって、今日お正月やけんみんな忙しいんかなと思って、みんな来た人が忙しくないって言いたいわけじゃなくて、あの来てくれるんかなと思って心配しとったけど、パちゃん推し多くて嬉しかったです。ありがとうございます。今日これに勝った人もまたあの会いましょうね。今年いっぱい出れるように頑張りたいと思います。でもね、でもね、そのね、9枚目の終わったらさ、10枚目が出るじゃないですかイントネーションおかしい。10枚目出るじゃないですか。その不安が今はずっとある。それをこの前お話し会でね、今9枚目を楽しみなってファンの方に言われたんですけど、でも今日のね、あの公演とか通してもね、思いましたね。暇です暇になったの、嘘や。うーん、不安だ。
なんかやる舞台に入ったから今回入ったけど次はまた違う子になったよみたいなのは一番悲しいけん継続できるように頑張らんといけんなと思いました。しかもさ、お話し会の日程が夏まで7月ぐらいまでだったじゃないですか。ってことはさ、今回のシングルとかもさ、今までのシングルもその終わる頃に発表があるやん毎回。え、待って、夏までってことはフェスと思って、フェスとかももう今年出れるやんいっぱいと思ってたけど、まさかね。え、そう、え、そうなんですよ。パネルが今回選抜メンバーだから あるんですけど、なんと PR 舞台でもあるらしくて、そうなんや、びっくりびっくり、驚きます。どんな写真なんだろうか、一体その写真が分からんからね。そうなんよ、今までさ、お話し会の時とかに、オンラインの時に、あの他のメンバー推しの方とか来てくれるじゃないですか。そういう時に選抜メンバー推しの方とかって後ろにいっぱいパネルが貼ってあったりするんですよ。ではすごいと思って、ヤンヤンとかのはおもこいからずっと今回の花だれとかまでずっとあるわけじゃないですか。でなんかその会うたびに増えていくんですよ、シングルごとに。あ、また増えたると思って、またヤンちゃん可愛いの出とるわと思って、ヤンヤンだけじゃなくてね、いろんな子とかまた新しいシングルの増えてる、いいなと思ってたから。そう、パネルね、私もおばあちゃんがね飾ってくれてて、おばあちゃん家の玄関に、だからね、私も買いたいけどどんな写真か分かんないので、まだ。え、そうなんですよ、直接会える話し会が広島会場がなんと福山で、福山まだ行ったことがなくてね、あのアクセスの感じがまだ分かんないからちょっと調べてさ、みんなに教えようって思ったね。広島市内じゃなかったけん新幹線あれやん、降りる駅が変わるんですよねきっとね。あー、そういうことか、サミットしてんのか広島で。じゃあ今年やばいね、広島市内いろいろ規制かかったりするのかな。ひゃーぴょい、夏にまた選抜発表あるの、もっともっとさ9枚目いっぱいやろうよ、3年ぐらい9枚目でいようよ。 PR 舞台だってさ、9枚目シングルのカップリング選抜を選びますっていうあれで PR 舞台始まってるから、9枚目のやつが7月までしかお話しかなかったから、待って、 PR 舞台もそこまでじゃないのと思って悲しくなって、あけましておめでとうございます。10枚目も絶対に入る。え、そう、オンライン多かったんですよ。しかも3月発売だけど2月から始まってた。何着ようかな。選抜に入ったら自分の声の CG が出る、そして衣装が、自分の衣装がある、そしてイベントにたくさん出られる、フェスにも出られる、歌番組にも出られる、公演、今回の花だれだったら公演のオリジナルメンバーになれる、オリジナルの衣装がもらえる、ユニット曲がオリジナルメンバーになる、あとは多分もっと他にもあるんだろうなと思います、私が知らないところでいろいろある、あと知ってもらえる機会が増える。よしひろさん、センス、伊白さん、センスありがとう。そうだよ、今
後 STU がどんだけ長く続いたとしても9枚目シングルに尾崎セリカポジがある。大事。大事です。ことよろ、スケモンさんバラありがとう。ことよろ、今年もよろしく。今年とだけと言わず来年もよろしく。良いお年を。ドリミネーション見に来た人いない？みんなドリミネーション今すぐ見に行ってあげて見に行ってあげて。あ、待って、タワーのあれ書くんでした。私カメさん、あ、大吉引きました、イエーイ、ありがとう。おみくじ、明日おみくじ引こうっと。みんなおみくじ引きましたか？今日は声ありがとう。こちらこそありがとう、嬉しかったです、イエーイ。なんかゲバントホールってしゃがんだ時にファンの方の目線になるんですよ。だからそういう時にあの近くの席の方と目が合うっけ、嬉しい。あとゲバントホール2階席があるから、ヘタレタチオとかでどんだけ後ろのポジでもあの何こう目が合わせられる。普通の2階席とかなかったら前のメンバーに隠れて目が合わなかったりこうやってしなきゃいけなかったりするけど、ゲバントやったら上があるけん最高最高とかめっちゃファーファーってやってやれるし、あと瀬戸内の妹とかでめっちゃ上向くふりあるけんそういう時目が合うし楽しい。公演配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。山崎さんハッピーニューイヤー、ロッコープーさんお雑煮ありがとう。2階の後ろだったけど見やすかった。おお、一番後ろでしたか、楽しかったです。おお、見えてるよ、見えているんだよ後ろでも。なんと最初にあのペンライトで、あ、パオシがおると思って見るじゃないですか。あのシルエットはもしやと思うじゃないですか。で顔見て、あ、誰々さんやみたいな感じで見ます。こんばんは。え、年賀状誰に当たったんだろうね。誰か届きました？私今年年賀状ね来てたよ。2枚来てて、1枚があの住所とか書いてないやつ、あのただのなんか企業のやつと、もう一個がもう一個もなんかの企業だったけど住所書いてあるタイプの尾崎セリカ様だった。なんだったかな、前にお祓い行った神社だかなんかそんな感じ、歯医者だかなんかそんな感じのなんかから来てました。以上です、以上です。でね、ファンの方からのやつは多分これからあのスタッフさんが検閲するからもうちょっとかかるんだと思います。きっと今日休みだからそういう検閲するスタッフさんとかもね、ファンレター担当の方とかがチェックしてから手元に来るので楽しみです。もし年賀状余ったよって人はぜひメンバーに出してみてください。しんいちさんお持ちありがとう。こんばんは。タワーのあれ書くぞ。やっほー。ももクロさんから年賀状来るのいいね。 STU はあれをね公式 LINE で来る。あ、見ました？皆さん公式 LINE 見た？見ましたか？あの明けましておめでとうございます、よろしくお願いしますみたいな動画を撮ったんだよね。この前うなちゃんいないんですけど、うなちゃん以外のみんな撮ったんですね、あのクリスマスの時。そしたら最後お辞儀するとこ私だけ一人だけとかやってんのってなった、うん、空気が読めないなと思って私手振ってるなとそうだって、なんかそんなかしこまると思わなかったんですよ。いつもさああいう動画の締めってさバイバーイとか言うじゃないですか。だけあバイバイ来るかなと思ったらあみたいな、なんか気まずくなっちゃって撮り直すかなと思ったらそのまま使われてた
年賀状、うん、はい、あ、ハイライターじゃないや、ファンレターとして、あの広島郵便局のとこに STU のね、ファンレター係に送ってください。封筒便箋で送りました。あ、読むの楽しみです。お手紙いつもありがとうございます。イエーイ、楽しみ。何モチーフにしよう、次は何にしようかな。トニーさん、レインボースター10個ありがとう。うわ、昨日はソラハさん家に泊まった結局泊まりに行きました。だからもうソラハさん始めしたけど、でもみんなさ、お正月やけん帰るじゃないですか、帰省するじゃん、寂しい。ぱっちゃん毎年帰らないんですよ。そう、ソラハさん始め、本年もパシパシパシリータな1年にしてください。良平さん、お断りです。こんばんは。相棒は録画してるの、だから今日23時に配信終わらせてその後に見ます。楽しみです。イエーイ。みんな今日何始めしましたか？私はアイス始めしたよ。今日2個食べた、朝から1個と、あと公演終わってから1個以上。少ないっしょ。クロさん、タコありがとう。カジノフォンテさん、お断りです。帰省中だけど来ました。ありがとう、ありがとうございます。凱旋公演やったけど私家帰ってないもん。長崎行った時一切一歩も実家というか自分の生まれた市に一歩も足を踏み入れずに帰ってきた。あの一切帰省してない。ただ長崎市内をあのうろうろしたぐらい。相棒23時15分まで。ピーピー。洗濯始め、手料理始め、いいね。お仕事始め、いいね。いっちゃん、センさん、ありがとう。公園始め、イエーイ、ありがとう。しゅんさん、あけおめ。散歩始め、いいね。あげもみじ、お、あげもみじ始めした、いいですね。そう、長崎はそうなんですよ。今月末とかからがあのそう、中国の伝統というかが長崎結構多いというかね、中華街とか中華菓子とか、そうテレビ CM とかでもそういうの多いからね。長崎のお正月は1月末とか2月とかですかね、ランタンフェスティバルの時期かな。帰りたいな、その時期に。ランタンフェスティバルね、あの2回かな行ったこと。お、行くの？いいな、私も行きたい、行きたいです。長濱ねるさんのパレードの時に初めて行って、なんかすごいね人が多くてびっくりした記
記憶があります。コロナ禍だったからずっとなかったんですよ。そうで、その時期になったら角煮まんじゅうのチョコレート味が出るので、挑戦してみてください。誰か、あとね、よりよりっていうお菓子のチョコ味も出るので、それは多分美味しいけど、角煮まんじゅうのチョコ味は想像つかんくて、まだね、いつも素通りしちゃうんですよ。だから誰かちょっと食べてみてください。ひげめがねさん、お餅ありがとう。相棒見てんの、みんな。角煮まんじゅうチョコ味は多分生地がチョコなんよ、わかんないけど。よりよりは本当に硬いから、ちょっと歯に自信ない方は注意です。歯に自信ない方はね、もうめちゃくちゃお湯でふやかすとか。でもふやけるのかな、あれ。もうちょっと歯弱めだよって、我こそは歯弱め人間だって人はちょっと柔らかいカステラとか食べてもらって、めちゃめちゃ自信あるぞって人はよりよりを食べてもらって。お取り寄せしたの、嬉しい。美味しいよね。私もしたことあります、よりより硬い。ハイチュウで銀歯取れる、どうだろう、どうだろう。硬い系ってどうなんですか、銀歯。いや、マジでハトシは美味しい。ハトシめっちゃ美味しいんですよ。しかもしっぽくハマカスのハトシが超美味しくて、みんなしっぽくハマカスのハトシ食べてみてほしい。あれはね、いいとこのハトシだったんよ。ちょっと高級なハトシを差し入れだからと思って頼んでいいとこのやつをね注文しました。タワーのお礼中でした。セリカ、ピョン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 、よし。シール、ハートのシールが向こうにあるから、うさぎ年だからマイメロディーを貼りたいと思います。あ、やすべえさん、明けおめありがとう。あ、さっきタワーのお礼来た、昨日の。見えてない、見れた。マイメロディー貼っとくね。元日くんお疲れ様でした、ありがとう。はい、じゃーん、さよっちょさん、さよっちょ様、本年もパシパシして愛をさらに倍にしたね。ステージと配信のギャップが出る魅力、かっこミステリアス女になるぞ。ありがとう、パシパシしてください。最近あんまパシパシされなくなった、いろんな人から。もっとね、昔はパシみたいな、みんなパシリ押しだろうとパシリ押しじゃなかろうとパシパシしてたのに、もう最近みんなね、リンコリンコ言ってね、リンコ沼リンコ沼って言うんですよ。ういー、チーカーまたリンコ沼って言うんですよ。たまにはパシャのことも思い出してくださいね。ウェ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 、トシキさんお餅、バラちゃんお餅、ヤスベさん今日も10個、プーさんお雑煮ありがとう。雑煮食べた、みんな雑煮食べた。私は食べてないけど、食べてないよ。あ、おみくじ始まった、来い。中吉でした。ヨシヒロさんありがとう。しんちさん、センス、スプマンテさん、かわいい、ありがとう。
あ、ただいま帰りました。さっきね、なんか近所のおばちゃんみたいな話しかけ方しちゃった。さっきね、あのね、タワーのお礼したんよ。昨日のありがとうございます。さっきね、昨日もらった4人のお礼してね、うさぎちゃんとかね、いろいろ済ませたけど、おみかんさんは鏡餅でした。イエー、じゃじゃーん、ありがとうございます。昨日できなくてごめんね。ありがとう、声も来てくれてありがとうございました。イエーイエ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 イ、こんばんは皆さん。私の気に入ってんのはこのうさぎの耳で3を作ったやつが気に入ってますかね。あとこれも可愛いか、可愛いです。ちがちさん収納します。クロさんアイス、おみかんさんありがとう、スタンプありがとう。オール中、え、私今日でもね2時間しか寝てないです。そらはさんとねいろいろ喋るよったら、ね、4時か5時ぐらいまで喋ってて、そう、多分2時間3時間しか今日寝てないからテンションおかしい。今度はコンプラに注意した服で伺います。うん、よろしく。急にお尻出されてびっくりしました。クロさんアイス、おみかんさんありがとう、スタンプありがとう。ジロ君お断りです。お断りだよ、お断りだ。いっくん、うま、ありがとう。でも眠くなかったけど今眠くなってきました。朝は全然眠くなかったんよ。なんか私そらさんち行ったら爆睡するんですよね、ほんと。もう短時間でもう超寝た気分になれるの。何なんだろうあの家の布団、おかしい絶対。なんかあるよ、自分家の布団より落ち着くもん。何なんだろうね、うん。でもまた1週間ぐらい会えなくなるんですよ。次の花だれ小屋まで会えないから、今日も公園の公園、なんかさ16人公演ってユニットの時に時間があるじゃないですか。マイカー公演とかって時間ないじゃないですか。あのすぐというか全部出るからほぼ。でもね今日はちょっとあったから、その時に公演終わらないでって、公演終わったら会えなくなるじゃんって言ってずっとただこねてた。めんどくさい女。でね、今日のね感想、公演の感想を私とあやぱんが喋ったんですけど、葵さんが選んでくださって喋ったんだけどね、あの今年はもっと3期生も入ってくるし、しっかり最年長らしく頑張りますみたいな言ったんよ。したら後からそらはさんに、私今日しっかりしますとか言ったけど絶対無理ですよねって言ったら、あの苦笑いして聞いたよみたいな言われて、苦笑いしながら聞いたよって言われて、ふん。お、そのぎ大村行ったの。そのぎはあの道の駅が好きです。そのぎのなんとかみたいな道の駅、あそこであのだらだら野菜見るのが好きです。こんばんは。ほんとくるくるすごいから、くるくるね、今日のリハーサルが始まって、リハ始まったリハが今日あんまなかったんよ、ちょっとしか、あの今日早かったから時間が全曲なかったから、リハーサルもうほぼ確認できずのまま、いつもと違うポジ、一回やったことあるポジだけど新ポジではないんだけど、いつもやってるポジじゃないポジで、あのリネのピンチヒッターとしてくるくる出てくれて、しかもそれがリハ中にね急遽くるくるが全部出るみたいな、リハ終わりかなに決まったんよ。
最初はノアピとクルクルで半分ずつ出る予定だったんですけど、そうクルクルが、そうなんです。本番前もねめちゃくちゃ緊張してたからね、あのねどうやったらクルクルの緊張が解けるかなと思って、あのあんまりまだ喋ったことない先輩が急に変なことしてきたらなんだこいつと思って、緊張解けるかなと思ってクルクルの近く行って、あのって言ってずっとやってた。どうだったんだろう、キモがられたかもしんない、もう口聞いてもらえないかもしんないうん、ちょっとハラスメントしちゃった顔。だからリオツもね、リオツも頑張ったんですよ今日、うん、ツンツンも頑張っててね、偉かったよ。いろいろハプニングがあったけど今日、そう目の前でねハプニングが起きたから、あのあっだったけど、だからリオツもね、なんかさ研究生のみんなってさ完璧じゃないですかみんな、だからそういうハプニングとか起きた時にあの悔しくて、完璧にできなかったっていうのは悔しくて涙が出ちゃうじゃないですか、分かる、そう、ね、分かるってなっていっぱい裏でね触りましたただ私が触りたいだけです、それは慰めたいとかじゃなくて、ただ触りたくて触ってました。ありがとう、ありがとうございました、助かりました。あの若いね元気をもらってよかったです、若返りました。クロさんラブレターありがとう。そうなんよ、なんか悔しいことがあった時にさ悔しいとか反省できる人って強くない。うわ待って、10連おみくじ始まった、中吉、中吉2連続来い中吉、これ中吉しか出らんじゃないと、3連続中吉よ、来い中吉4連続中吉5連続中吉来い中吉中吉ね、これ中吉じゃん全部私中吉の女なん、中吉の女でちょっとなんか誰中吉ねえ、中吉やん私、あ今日出た、最悪最後に今日出た、ねえねえ最悪ねえ、みんな聞いて今ね中吉中吉って出たのに最後に今日だったんだけど、そういうバラエティの運はいらないんですよ、悔しい、ありえん。平田おじさんおみくじ中吉タワーありがとう、あ来た中吉やまた、ゆうたくん中吉、安部さん今日ありがとう、千春ちゃんラブレター、ひげめがねさんセンス10個ありがとう、ねえ、あしゅんさん中吉、ねえ私中吉の女って誰なん、中吉勝手に私をさ彼女にすんのやめて、中吉の女って、バラちゃんお断りです、え大吉出た、誰おみかんさん大吉ありがとう、大感謝、これしよう、いっくん中吉、ねえ中吉多めなん、中吉りょうつかん吉、ねえ中吉、うさぎにしよう、気に入ったけんうさぎの耳系にしよう、2000、みんなおみくじ引いた、ガチおみくじ
歯はねまだ。あ、バラちゃん中吉ありがとう。お、大吉引いたの？みんな運いいじゃん。多分パス今日ね、今日じゃない今年ね、あんまり良くない絶対に。ビヨーン。あ、なんだった今。プーさんありがとう。何出た画面上。おみくじ、みんな神社で引きました？ソラハさんがなんか送ってきた、嬉しい、ありがとう。いっぱい LINE 送ってください。正月は寂しいけん、みんなもメールの返信じゃなくても全然関係ないこと送ってね。パセリ今アイス食ってるよ、羨ましいだろうとか言って。なんか毎日24時間受け付けてるから深夜とかでもいいんですよ。パセリ今寝れなくてねって、寝れなくて今こういうの見てるよとか言ってね。何でもいいんですよ。匿名希望50代行ったり来たりおじいさん、お断りです。50代を行ったり来たりしてるの？どういうこと？年が増えたり減ったりするの？あれ、永遠の17歳みたいな、そういうシステムですか？もしかして。あ、中吉ありがとう、ありがとう。なんくん、ありがとう。いえ。ゆうやさん、ちゅきち。みんなここでおみくじ引いてんの？神社で引きな。お買い得だよ神社の方が。今の言い方ソラハさんみたいだった。なんとかしなみたいな。言うよね。本当。ほんとちゅきちしか出ない。コミントさん、中吉ね、中吉。みんなね、神社やったらね、もっとお安く引けるけど、お買い得よ。203、イエーイ大吉。みんなおみくじさ、希望のやつまで引くタイプなの？もしかして。アブテツさん、来い、イエーイ大吉、イエーイイエーイ、ありがとう。みんな優しいね。これで締めよう。もう大吉やけど私今年。ここで今日出したらもうね、今今日出した人おったらもう最悪、このルームから追い出される。私は2回引いたことない。だってね、あのね、お金がもったいない。平手おじさん様、なんか机にテーブルにして書きたい。みんな今年もよろしくね。よいしょ。50行ぐらいよろしく。間違った、さん様って書こうとしたら急におじ様になってしまった。お仕事始めからの仕事始めから帰ってきました。推しメン押して働きも行ったの？すごい偉い。ドリミネーションよりパシちゃん集中してんの？ありがとう、私も好きでいてケロ。
そらさやかさん、中吉。パシェ見てんの？やめとき。パシェいつでも見れる。365日見れるっけんね。ドリミネーションもうすぐ終わるけ。いっぱい見とって。光の電力の消費を見といて。私もう行きたいな、また。今年3回ぐらい行った。シェンさん、今日はありがとう。パー。50行書いてください。いや、私今から論文、卒業論文でも書かされる。今日だと3回イルミネーション行きました、今年だけで。なんかカフェ行ったついでとかに、じゃあイルミネーション見て帰るかとか言って見た。50行文字数じゃなくて行なの、やばいね。1行一文字でも良い。好き女、好き女ね、兵庫帰るけんね、もう会えんから。だから好き女と会えない間、みんなといっぱいあの仲を深めていく。好き女が帰ってきたらあの分かんなくなるけど、また「好き女ね、実家来なよ」って言ってくれたんですよ。パちゃん実家来なよって言ってくれたけど、気まずいじゃないですか、六甲下の先輩の実家に行くの。しかもさ、散々こんだけ毎日お泊まりとかしててさ、お母さん、好き女のお母さんにあの付き合ってるって心配されてるのにさ、会うの気まずいじゃないですか。だからちょっといかんかったけど、またいつか帰るとき行きたいですね。頑張って50行書こうと思ったけどね、無理だった。今4行4行。そう、ソラハさんの、ソラハさん、ソラハさんって言ってた、好き女 の、 あの妹に会ってみたくて。めっちゃ可愛いんですよ。動画をね、いつも見せてくれるんですけど、なんかね、あのソラハさんが帰省した時とかめっちゃ喜んでて可愛い。大吉ありがとう。陣内さんありがとう。すごい好きになってるのがソルハさんなんですけど、でももうね、今年はあんま出かけたりしてくれないというか、あのもういやらしい、私といたらジンマシンが出るって言ってた。昨日ガチでジンマシン出てて、横でパちゃんといるからジンマシンが出たって言ってました。いつもあのそう、私といるとねアレルギーが出るらしい。妹、ソラさんの妹、七五三って言ってました。なんか七五三、七五三の写真を撮るって言ってた、一緒に。でソラハさんはグッズ撮影で慣れてるから、写真撮影に、だからいっぱいシャッターが鳴るたびにポーズ変えちゃいそうとか言ってた。確か言ってたよね。誰かソラハさんの配信見た？見た？言ってましたよね。うん、そう、撮るらしいです。7歳、7歳だっけ、女の子って。小学校入る前ってことかもしたら。
若い、若いですね。そう、めっちゃ可愛がってるね。いいな、妹と仲良しで。私もさ、もっとそうやって LINE とかやり取りしたいもん。そう、お兄ちゃんもいるんよ、ソルハさん、ね、今ね、5行かける10したらいいの、これ。今6行目。繰り返す。ポリリズム、ポリリズムですか。合ってる。できました。スプマントさん、ありがとう。7個じゃーん、うさぎ。ここ間違ったの、急になんか紳士的になってしまいました。ありがとうございます。黙読で、うん、100行書いた。50行望まれたので100行書きました。すごく時間かかった、ありがとうございます。いやー、全部中吉やったけど、中吉って書いたろ、中吉。何行なんですかね、これで。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,8,9,8,7,8,6、 あと6倍7倍かかんといけんかった、無理やった。うん、こんばんは。ふうふうふう、お疲れ様です。 ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。正月らしいこと何もしてないんです。今日ね、アイス爆買いしようと思ったんよ。ただスーパーがどこも閉まってて、あのコンビニしかなかったけんね、あの最近ハマってるちょっと高いやつ、 N なんとかなんとかアイスみたいな、なんだっけ、 N ニューヨーク、なんか NY なんとか、 NYC なんだっけのアイスをいっぱい買ったろうと思って行ったら売り場ごとなくなってて、最悪、買えなかったです。だからコンビニでジャイアントコーン買った。福袋買ってない、買えばよかった。
N ボックス、それ車ですね。車だね。そう、アイス買いたかったけど今日2個しか食べてない。朝と夜、夜じゃない、昼、いや、なんか夕方。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いつも見てくれてありがとうございます。新一さん、お断りです。うちの方はスーパー行ってるよ。え、じゃあアイス買っといてくれん、私の分よろしく。ハーゲンダッツで、いちごが好き、ハーゲンダッツよろしくお願いします。あの、郵送してもらってセブンティーアイス、この前食べたリンコと久々、私何年ぶりとかに食べました、10年ぶりとかかな、セブンティーアイス久々食べて美味しかったです。こんばんは。おすすめのアイスはジャイアントコーンの黄色です。まだね、あの火曜日じゃないので新作が出ないんですよ。今日日曜日だから新作出てなくて、今んとこまだ今年のアイスはジャイアントコーンかなって感じ。そう、火曜日がコンビニの新作の日だから、それに合わせてアイスも出ます。出来立てポスター、え、あんまりないんよ、あれめちゃめちゃレアなんよ。昼公演こっそり見てたよね、てんてんてん、ホラーだねえ、すぐこっそり見ますね。堂々とね、一番目立ってみてください。一打ちレモンシャーベット1リットル。私シャーベットあんま食べないんですよね。シャーベットってほぼジュースじゃない？なんかそれより、あのミルク系とか濃厚チョコとかパリパリチョコなんとかみたいなのが好きです。間にパリパリ系が挟まってたりチョコチップ入ってたら、もうそんだけで優勝してる。ジョブチューナまだ食べてない、買いに行きたい。でもコンビニ行くの怖い、暗いし、みんな帰省して寂しいし。なんでみんな帰るん。アポロさん、アイスありがとう。店紹介ありがとう。楽しんでくれよな。発展堂の、え、発展堂のパンはスーパーにある、広島。みんなない？広島？でもね、空港の近くにある発展堂のお店カフェなんですけど、そこがめちゃくちゃ普通のとこにない商品とかあるっぽくて行ってみたいんですけど、空港の方面にあんまり、空港を普段利用しないからさ、新幹線メインで、だからあんま行く機会ないけど行ってみたいです、ずっと。あとね、発展堂ね、博多駅にあるんよ。で、前なんかのお仕事で博多駅使った時に、メンバーがね、え、お土産にこれ買いたいとか言って発展堂買おうとしとって、え、それ広島のやつだよって言ったらめっちゃ驚いてた。誰だったっけな、誰か忘れたけど、同期だった。わー嬉しい、とってもパフォーマンス良かったです。すごい、3列目めっちゃ近くですね。3列目ってメンバーの匂いとかするんですか、気になる。私も入ってみたいな急になんか気持ち悪い発言しちゃった。いいな、公園入れて。お、徳島にもあるん？フルーツサンド。発展堂の？発展堂のメロンパンの中にあのクリームとか入っとるやつが超好きで、3年前めっちゃ買ってました。クリームパンじゃなくて、私の発展堂のおすすめはメロンパンなんですよ。それのクリーム入っとるやつ美味しい。でもね、あの最近見なくなった、あんまりスーパーで。
あれハマりすぎて毎日食べてたの。それでどんどんねブグ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 ねなってました。私パンにハマってて、3年前のパセリはパンにハマったんよ。でレッスンの前もレッスンの休憩中もレッスン終わりもパンばっか食べてたのよ。特にレーズンバターロールが好きで、あれってさ家族でさ1日2個とか食べて次の日食べるじゃないですか。でも私はそれを朝ごはんに1袋、レッスン終わって1袋とか食べてたらどんどんブク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 なっちゃって、パンをねやめるっていう決断をして痩せました。パン立ちをしたの。パンダバラちゃんうまありがとう、ジルクアイスありがとう。パンって中毒性があるって聞いたけん、一回我慢したらいけたんよ。その頃本当そうおかしくてね、その時そうちょうどあのアイス一箱を食べ始めた時期ですよ私が。そう、その時は食事制限しすぎてもう分かんなくなってもう爆発していっぱい食べちゃってたの。でも今はあんまり自分じゃ買わなくなった、我慢してます。レーズンバターロールはねルヴァンとあとあれフジパンの一番メジャーなやつ、よく見るやつ、あれが好きです。マーガリンバターの量が多い、バターかバターロールだから、中のねパン生地よりその中がどんぐらい比率があるか、それは私は結構チェックするんですけど、それが良かったです。カヌレ最近食べてない。そう食べてないよね、食べに行きたいけど、もうみんなメンバーさあんなにカヌレカヌレ、沖さんとかカヌレカヌレって言ったのに、最近もうカヌレカヌレじゃなくなってた。カヌレ美味しいよね。この前マイカー公演の時に、私の誕生日生誕の時のマイカー公演かな、でメイクさんがね私に買ってきてくれたんですよカヌレを。三越っていうデパートの地下にあるパン屋さんのカヌレをね買ってきてくださって、で一人だけ買ってきたらあれだからって言ってメンバー全員分の買ってきてくれて、超小粒なんだけど外がカリカリで中じわじわでめっちゃ美味しかった。チェーン店だから全国にあります。前メールで書いたけどなんてお店だったかな、あれめっちゃ美味しかったです。ともっちさん門松ありがとう、タワーありがとう、お礼書く。たけしさんハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。クレナメロンパンね、あれそごうに売っとるよね。あれお昼公演入りました、ありがとうありがとう、来てくれて昼公演楽しかったです。クロさんありがとうスタンプありがとう。広島駅の駅にある店、それで立町カヌレですか、うん、ね、そこ STU メンバーの大好きな店なんですよ。もうねみんな立町カヌレ立町カヌレって言ってます。ずっとでもそれ東京駅にもできたんよ、岡山の駅にもあるけど、もうね人気すぎてあちこちできてる。カヌレ門松を書いてみようと思います。果たして書けるでしょうか。やばい色をミスったからやばい、早速失敗してますやばいやばい、これ色絶対違った。あジョアン、ジョアンかも、三越のカヌレ
めっちゃね人生一おいしいカリカリカヌレだったよ。カヌレ。何？少し会いにありがとう。クマ、これはクマ2匹入ってる？これだるま？画面目がチカチカなる。どんなやつこれ？なんかいっぱい葉っぱが刺さってますか？ちょっと待って、クマ、紙手が多い。え、紙手、確かに紙手多いかも。紙手1曲目紙手多い、全部紙手。クラインも紙手多い、でも下手もちょっといく。3曲目は下手もいく。3曲目は真ん中にいます。4曲目は下手で、ユニットは最初下手行くけどほぼ神手で、で妹、瀬戸内の妹は神手、神手、あとは石のシール神手。確かに神手多いですね。私原点下手、船折り神手、アンコール、サングラスデイズ上手、ペダルタチオは下手、ペダルは下手、ほう、上手多いね。確かに確かに。友知さん明けおめ、山崎さんお雑煮ありがとう。このなんか門松のどうなってる？神手、神手。確かにね、選べないもんね席は。3年待った甲斐があった。3年待っててました、私の声見るの。3年待って、コロナってこと？コロナか。もう今日はあんまり正月感がなかったですね。今日正月ですか本当に？みんなだっけ正月？私まだね年越してないですね。気分はどう？どんな？なんか正月らしいことした？みんなパワーしてないよ。公園で明けおめって言って帰ってきたらもう何も消化しなかった。スーパーが閉まってたことぐらい。私生活の明けおめじゃない、正月は。あ、スーパー閉まってる正月だなみたいなぐらいかな。あ、そっか、みんなお休みとかだったら。そっか、でも私どうだろう。どうなんでしょうね。
ぴょん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 。初売り行ってないんですよ。行きたい。初売り皆さん行きました？初売りでなんか服買いたいんですよね。服かコスメ買いたくて、可愛くなりたいので買いたいんですけど、門松いい感じになった。金が新年トマッティさん様、横タイプにしようか。横本年も C の福袋、アイスが入ってんの？味が選べんってこと？ブルーシール、ウベ美味しいです。ウベ、おすすめ。アイス7個、1000円？ぐらいで買えるの？もっとするか。ゆういちさん、センス10個ありがとう。応援して。いいね。でも私アイスの福袋全部ジャイアントコーンの黄色と赤がいいな。パセリのサインを拝見しました。あ、行ったんですね。牛タンラーメン食べたんですか？美味しかったですか？いいね。マックフルーリー食べます。いいな。じゃーん、門松ボボン、ありがとうございます。いやー、なんかスポーツユニットなのにさ、スポーツらしい活動まだないので、また駅伝したいです。走るの楽しかった。今年もよろしくお願いします。ありがとう。くまマイキューさん、あ、マイキューさんのカヌレ見た見た見た。え、マイキューさんのあのグッズってもう、え、あれ売られてるんですか？売られてんの？めちゃめちゃ褒められてる。なんでこんな褒められてんの？え、でもこの門松はね、色がなんかちょっと
なんか最初失敗したかなと思ったけど、なんかそういうブランチョのいい感じになりました。運動したい。ああ危ない危ない。セーフセーフ。どんな表情が嬉しい？どんな表情？楽しそうな、ライブ楽しそうな表情とか。こっちの顔だと嬉しいです。カメ子。でもどんな曲をするかまだ何もわからないので。ね、ST 曲だったら笑ってる系難しいかな、あんまり。え、なんか今ちょっと電気暗くなりませんでした？部屋の。お化けいる？こんばんは。そうですね。カメ子、でも、なんでも。おっと思った時とか電気消えたかも、怖い、化け物が出る、そろそろ。電子レンジ使ってないよ。今使ってる電力はショールームのこのリングライトと充電器と電気、上の電気とエアコンと浴室乾燥以上全部教えちゃうじゃん。なんだろう、よくわからん。3月5日駅伝出るんかな。なんか前回さ、直前に駅伝決まりましたってなって、一回も練習とか走り込みとか何もないまま本番だったんですよ。そのバトンパスの練習とか、なんかそういうのもなく、走り込みとかもなくだったので、もし出るならちゃんとなんかスケジュールでみんなで走り込んだりとかして体作りしてからがいいな。大阪のひろしさん、ありがとうじゃなかった、間違った、お断りです。間違った、受け入れそうになったけどお断りです。今日書き初めがね、今日の公演あったんですけど、見ましたか、ね、去年書いたやつ、年末にくれた、書いてくれたし、見てくれた。ああ間違って受け入れそうになったじゃん。伊博さん、バラ10個ありがとう。暖房つけてる日めっちゃ目乾燥するし喉もカサカサになる。見た、ありがとう。撮って出し、え、なんか今日もカメラマンさんが撮ってくださった。何なんだろう、わかんない、いつもと同じカメラって言ってました。いいカメラだとか言ってたら、メンバーがいつもと同じカメラだよって言ってた。え同じカメラでもカメラマンさんが撮ってくれたってことは、いつもより素敵な写真だったんかね、わからん。指先まで、え、めっちゃ指先今日意識しました。私はね、しなやかさはマイキューさんとアオイさんになりたい。力強さは、リオツン、アオイさん、ミホ、ソラハさん。なんかダンスのさ、お手本のメンバーがいっぱいいるんですよ。あ、池田とかもそう。でもね、一緒にレッスンする機会がなさすぎてね、なさすぎてね。そう、本番で習得、チラチラって見てちょっと、あ、ここの振りの感じ素敵って思って、ちょっと
真似っこしてみたりするしかできない。この前クリスマスコンサートのペダルと車輪と来た道とかリオツン近かったんですよ。だからリハーサルの時とかあのレッスン期間中本番前の期間中にずっと見てた。お素敵と思って、あそこのなんかあその角度めっちゃいいとか思って見てた。メンバーとアイコンタクトいっぱいした。え聞いてほしい。今日ねあのね自撮りをしとったんよ舞台袖で。したら私がこうやってめっちゃね楽しくなったら目がめちゃめちゃ細まるんですよ。したらソラハさんにパちゃんなんでそんないつも嘘の笑顔すんのって言われて、曲中もあの僕はこの海を眺めてるって曲があるんですけど、その曲中でソラハさんと目合うんですよ。ソラハさんあずみって見る振りがあるんだけど、そこの振りがさ嬉しすぎてめちゃめちゃねもうふふんってヘラヘラ笑ってたのにね、後からねなんか作り笑顔って言われた。なんか本当は悲しいことがあったけどそれを隠して笑ってる人の笑顔って言われました。なんかガチで笑ってたんですよ。こうやってマイクで隠してるからさその目だけじゃん。めっちゃ嬉しくて伝わるでしょ。友は波の音でこっち見てこっち見て、そう嬉しくてめっちゃ笑ったね。作ってるってこんばんは。ちょっとパセリみくじ作ればよかった今年。もしパセがおみくじ引いたら発表会するね。私の今年の仕事運とか健康運とかちゃんと発表会します。大阪のひろしさんレインボースターありがとう。え喉めっちゃカサカサ、水飲もうかな。ちょっと水飲んできます。カサカサすぎるのでってなる。暖房つけちゃったから今日カサカサよ。待っててください、すぐ戻ってきます。美味しい水が一番美味しいんですよ結局。ただいま。本日紹介いたしますのはサントリー天然水ナチュラルミネラルウォーター南アルプスです。こちら、こちらはですね東京都、あこれは違った会社だった。これは本当に南アルプスの水なんですかね。すっきり軟水って書いてます。この水がとても冷えていて、玄関のとこに落ちたらすごく冷えていてとても美味しいです。原産地スイカの名産地、あ山梨県でした。山梨県取れてました。山梨県の水を飲んでます。スイカの名産地素敵なところよ。美味しい。これサステナブルボトルへって書いてた。え水道水が売られとんの。えあのさ白湯買ったことある、みんなコンビニの。私はまだないけどメンバーがよく買ってるんですよ白湯。あの集合が早い時とかメンバーは手に白湯持ってるコンビニの。でもあれっていつまで白湯なんだろう、いつから水になるんだろう、何時間後かにはもう水なんかな。ずっと高い。そう白湯みんな買ってる最近。左右あるよ今売ってるんですよ左右がコンビニで。
ね、あるよね。まあ目が乾燥する暖房でカサカサ。さゆー、私あんま自分でねコンビニでお水買わんよね。あのねスーパーで2リットルのをめっちゃ買う。でレッスン行くときも2リットルのを持ってきます。さゆー、お湯沸かさないですね。そう、なんかちょっと待ってね、こういうやつを買うより2リットルの方がお得に買える。なんか値段同じぐらいじゃない？わかる、ドラッグストアのなんかオリジナルブランドとかのやつ安い。やすべさん、おみくじありがとう。大吉だった。イエイ、ありがとうございます。わーい、ずっと中吉だったけど嬉しい。今日メンバーいっぱい配信してますか？イベント中だったメンバー絶対ヘロヘロじゃんね。元気かな、リヌとか。リヌ元気？リヌ毎日あれか、リヌ占いで知らない占い師をさ、こう憑依させてたからきっと疲れちゃったのね。手ごねこねこね、ゲンさん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。初訪問の方もこんばんは。明けましておめでとうございます。 STU48 始めませんか、新年。始めよう。そう、今日リヌねいなくて、くるくるが急遽ポジションを変えて出てくれました。ありがとうくるちゃん。なんで配信のみんなさ元気なんだろう、イベント中だったメンバー。すごくない？ちゃんとご飯食べとんかね、イベ中メンバー。私に言われたくないか。私が昨日ソルハさんに怒られたやつ。固形物を食べなさい。昨日寿司食べたんですよね、めっちゃ美味しくてね、また食べたくなってる。でもね、ローストビーフ丼も食べたいし、ラーメンも食べたい。今年のも共演してパフォーマンス、こうなりたいっていうのはいっぱいあるんですけど、でも楽しむことが大事。楽しむことで楽しんでもらえると思うから、こうなりたいっていう、葵さんみたいな綺麗に踊れるようになりたいとか、美穂みたいになりたいとかいろいろあるけど、とにかく楽しく立ちたいですな。うんですね。そう、葵さんも今日のリハの時に、あの日から僕は変わったけどリネだったんですよ。でそしたら、そこのポジションできる、やったことあるメンバーいるみたいな、ダンスの先生が聞いた時に、葵さんが、あ、できます、やったことありますって言って、周り、おぉってなってた。私と美穂、おぉ最高って言ってた。ずっとあの葵さんのこと褒めてる二人だから、イエーイ、何でもできますね。としきさん、レインボースター2個ありがとう。葵さんとハート、あれダイヤモンドです、ダイヤモンド作って。本当葵さんすごい、早く葵さんになりたい。葵さんになるか、でも私が葵さんになっても葵さんではないから、葵さんのような人間ばかりの世界になってほしい。
郷土は今日帰りの移動車が葵さんと二人っきりでね、緊張してました、ドキドキしてた、葵さんと一緒の空間にいると思って、あんまりそのそういう二人っきりの時間ってないからちょっと緊張しました、好きすぎて。かっこいいよね、私も3期生にそう言われたい、パセリさんみたいになりたいとか言われたい、パセリさんと一緒に移動車乗って緊張したとか言われたいです。絶対私今の研究生に変な人と思われてるもん、楽屋でずっとね、私の楽屋の今日の楽屋やばかった、そうって言ってずっとソラハさんに言って、そうとか言ってソラハさんとか言って、あのソラハさんと楽屋の席全然遠かったんですけど、畳のところにソラハさんいてめっちゃ近づいて、人の荷物かき分けて近づいてったりして、多分ゾンビと思われてる研究生に私。しかもね、いつもお話し会の楽屋とかもね、ソラハさんの膝の上のに膝の上に向かい合わせ乗ったりとか、あのソラハさんと椅子の背もたれの間に急に滑り込んで座ったりとかしてるから、多分やばいやつと思われてると思います、でもさ、そういう公演の MC とかで出さないじゃないですか私、その16人とかでマイカーでは結構出してるけど、だから何なんだこの先輩って思われてると思う。絶対、本当にあの、え、でもさ、だって心の安心の安心剤だから、これから自立をするけど、ソラハさんからは自立したくない。あの、私人生でさ、人に甘えるってことがなかったから、今すごい人生で初めてだから、どんぐらい人に甘えていいか分かんなくて、100もう150ぐらい、今までずっとなんかここがゼロとするやん、ピョコピョコピョコみたいな感じで生きてきたんですよね。今ピョーンってなって、子離れ、こんばんは、今まで多分無理です、無理、絶対に。ね、水が美味しい、アイス食べたい。そう、バグってます。だからソラハさんが帰省から帰ってくるまでの間、もうそれが100を起算に行っちゃうかもしれないので、よろしくお願いします。今白目向いてませんでした、私めっちゃ今ね暖房でね、目と喉がカッサカサなんですよ、カッサカサ。みんなファンレベルが上がってる、すごいぞみんな。二度目の訪問、こんばんは。二度目の訪問、星集めとかかもしれんけど、ありがとうございます、開いてくれて、ありがとう。伊藤博さん、アイスありがとう。パキパセ、ああ、なんで急にポキパセって言われたかと思った、私が名前出したけんか。こんばんは、目薬ない近くに、あったかな、ないや。おみかんさん、お断りです。滝行見てない、どんなんしてました。なんでさ、すぐ水を使うの、あれなの、
ポケモンとかでポッチャマ選ぶタイプ？ポッチャマとか選ぶタイプかな。水のモナ選ぶタイプ。可愛さ重視。プーさん回復薬ありがとう。頭から打たれてた。風邪ひいたらどうするんですか？ねえ、風邪ひいたらどうするんですか？大変。そんな本当はお湯とかじゃなくて人生で一回も刺したことない。え、目薬？そう、あ、お湯なの？お湯なんだ。でお湯でも、確かに名前がね、オキって名前からもう水。じゃあオキさん水ポケモンだ。お先は？お先セリか。花？草ポケモンかな。パセリだし。寒くてアイス食べてるやつに言われたくない。確かに間違いない。この前言われたわ、山口の駅で。言われました。タイプポケモン。え、でもポケモン、ポケモン何今の発言、何発音、ペラケモンみたいな。ポケモンさ、最近のキャラクター全然わからんくて、なんかアーナが持っとるんよ最近。チーカーじゃなくて謎のポケモンのぬいぐるみ持ってるんですよ。あれは何者？鳥みたいなやつ持ってるんよ。なんか白と青のやつ。あれ新しい多分新種のポケモン。なんなのあれ、何者？トリッピーだなあれトリッピーだった、あれ島次郎だったかな。トリッピー緑だけどな。なんかわかんない、アーナがね最近持ってるんだよね。なんかペリカンみたいな、どうもりのペリカンに似てるみたいな感じ。クワッス、クワッス、クワッス。なんかめっちゃ食べさせてきそう。食べなーとか言って、食え食えって言ってきそう、クワッスね、めっちゃさダイエットしてる時とかに「え、食べなよ」とか言ってきそう。食わす。うん、なんかアヒルっぽいやつ。チワス。え、なんか今あれ、あれ思い出した。敵をヒットマンリボーンのちっこいやつ。踊り出すの？なんで踊るん？カロリー消費？なんか可愛いキャラクターいますか？みんなのおすすめの。そう、島次郎虎だよ。でもさ、虎年終わったからね、もう虎、島次郎のターンはまた12年後だからね、ゆっくり休んで。今ミミリンの時代だから。ミミリンの時ねえ、うしたらう、立つ、来年は立つだから。日本昔話、日本昔話のオープニングの年賀状とか出るかもしれん。年ねしなのやつねえ、うしたらう、立つ、み、みはヘビ、ヘビのキャラクターおるか、おるか。みにゃおは、あかりんさんがよく言ってるやつや。にゃおは、しまじろ、あ、そうだよね、ベネッサ瀬戸、ベネベネッサ瀬戸内ですよね。企業名を噛むんじゃない。
ニンフィア、何そのミンティアみたいな名前、スースーしそうな名前だ。ヘビのキャラクターおる？おらんやん、おらんやろ。いい、馬、馬のキャラクターはサンリオにおる。この前サンリオピューロランドでずっとこうやって走ってた、後ろで馬の、等身大の馬のキャラクターがずっとこうやって走り回ってた。馬、う、馬、ネオシタル、う、タツミ、馬、羊、羊はラムリン、ユーズレン、あと羊のショーもいる。でもラムリンが一番人気、人間界ではラムリン、みんなラムリンのことを待ってるから帰っておいで。そして羊、メウシタウタツミ、ウマ、羊、サル、サルはお猿のモン吉です。ウマ、羊、サル、トリ、トリはトリッピーです。シマジロウ多めだ。犬、犬はシナモンです。犬だからシナモン。ポチャコも犬だけど、犬、いい、イノシシのキャラクター、あ、解決ゾロリのイシシとノシシがいた。でまたネズミになります。ネズミはネズミくんの直径のネズミがいるし、トムとジュディもおるね。牛、牛のキャラクターは、牛のキャラクターってあれだ、ファミマにあるアイスの牛、ミルク牧場の牛。ヘビのキャラクターおるか？おらん。ポケモンとかにおる。動物の森ってヘビおる？おらんか。ヘビのキャラクターはいないか。ハブネーク？おい、なんだ？どんなやつ？強い？ヘビのキャラ、おー、アーボック、なんかスポーツブランドっぽ。リーボック、ヘビ、こんばんは。もうね、みんな分かってると思うんですけども、まぶたが閉じてきててね23時に終わるって決めたから、それまでは不眠耐久レースです。体育ストックさん、クマありがとうございます。クマちゃん、毒タイプ、毒タイプなんだ。ヘビ、マムシ、ポチャコいるよ。昨日紹介した私のポチャココレクション、だってポチャコ飾ってるとポチャコ一押しかと思われるじゃないですか。そのもうずっとそのループが続くから、もうシナモンを飾ることにした。ここは推しメンゾーン。これからワンダーラー。ヘビ、不眠耐久レース、絶対ソラハさんとオキさん強いよ。マイカーでしたら多分ノアピが一番最初に寝ると思います。ノアピとミホと、ユナユナ絶対もう9時とか寝てると思う。予想、絶対オキさん強いよ。ソラハさんも4時か5時までとかなら起きてるからいけそう。オキさん優勝だな。いつも3時ぐらいになったらもう寝ちゃうんですよね。いや本当にマイカーのメンバーはね、生活リズムが合わないですね。うなうなとかは結構スキーとかスノボとかそういうアクティブなんですよ。バーベキュー行ったりとか釣り行ったりとかスポーツ観戦行ったりとかしょっちゅうね家族で行っててアクティブだけど、うん、美穂も結構アクティブ、なんかグルメ
いろいろ旅行とか大阪とか行ったり、私は日による。でも家にいる日はほとんどないから、アクティブの部類。沖さんは多分おうちポケモンだと思います。そらはさんはカフェ巡りポケモンだと思う。チコリータは何をしているんだろう最近。チコちゃんは、あ、でもインドアっぽい。チコ、ココアさん、ココアさんってアクティブな、あれ出かける人、あれカープの観戦とか行くときはめっちゃね、ツイッターとか載ってるけど、オフシーズン中は何をしてるんだろう。みんな謎だ。メンバー何してんだろう普段。わかんない。ソラハさんといすぎて他のメンバーの生活リズムがわからんね。昨日リコちゃん夜中まで配信してた。配信覗いてたけどめっちゃ元気だった。エステ行ったことないですね。ないね。いや、ギャグ考えてんのかな。ねえ、なんでギャグ考えよったんかな。チコチコ、私もミステリアスになりたいんだって。気になるじゃん、そうやって、あの子は何してんだろうって。私もそう思えたいのにさ、みんなさもう知っててやだ。みんなどうせ今日もパセリアイス食べて散歩してんだろうなと思えてて。シェンさん、レインボースター2個ありがとう。ありがとう。まぶたがあと30分したら終わる。そうなんよ、私ミステリアス目指してるはずがね、あのね、なんかね、なんか全部ね、今日も本当はねいっぱいね送ろうと思ったんですよメール。けど、え、待って、正月とかからそんななんか私生活を送られてきてどんな気持ちなんだろうと思って、公演ありがとうの後にね、いろいろね、今日はここにスーパーに行ったらあの閉まってたよとか書こうと思ったけど、いや、その情報はみんなが知りたい情報なのかなと思って送んなかった。我慢しました。文字まで言ったけど送んなかった。こんばんは。いやあ、そうだった、自己紹介メールを完成させなきゃだった。今ね7割ぐらいできてる。何書こっかな。知りたい情報なんですか、私がスーパー行って閉店してたこと。そっか、分かった。じゃあ次からは書くね。明日も何したか書くね。何時に起きるんだろう私明日。爆睡してみる一回。どんぐらい寝れるんだろうね私って。多分無理だね。スーパー事情。スーパー情報。もう正月だったからね今日。アラームオフ。アイドルの日常。私ショートスリーパー、なんかショートスリーパーでもないけど、何なんでしょうね。でも寝るの好きですよ。でもなんか罪悪感を感じる、家で寝てると何してんだろうって。人より出遅れてんのに何してんだろうと思って、なんか家に入れなくなる。
何なんでしょうね、これは。焦り、三色シリーズ。今日のパセリのご飯は朝ご飯、朝ご飯は鉄分のサプリとブラックモンブラン。それで会場着いたらスタッフさんの差し入れでうさぎの形のおまんじゅうがあったからそれ食べました。でリハーサルに出て、で終わったらお弁当がありました。今日はねレンコンとか入ってた、ハンバーグ入ってた、あと卵焼きとか入ってるお弁当を食べました。で終わった後にあのなんかワッフルみたいな、あの長方形のさ、こんぐらいの長方形のワッフルあったから食べようと思って行ったらサーカリンがおったんよ。じゃあサーカリンが、じゃあ何味選ぶか当てるねって言われて、絶対分からんやろと思ったら一発でバレてた。めっちゃ種類あったんですよ、まだ最初の方に撮ったから種類いっぱいあったのにバレてた私の好み。なんかねショコラみたいな、違う、なんだっけ、なんかそういうやつ、テリーヌみたいな、なんかわかんない、そういうやつを食べたかったんですよ。甘いの食べたいと思ったらバレバレだった。ああとあれ食べました、サコが、なんかサコちゃんがねお土産を買ってきてくれてて、クッキー、多分家族で旅行行ったのかな、そのクッキーを食べました。で帰ってきてからはジャイアントコーン食べた、あとは一口チーズケーキみたいなやつコンビニで買って、七チキを食べました。終わり。今日そんな食べてないですね。アイス許されるかな、もしかして。さこちゃん元気だよ。テイクストックさん、花束6個ありがとう、とクマもありがとう。初見です、こんばんは、はじめまして。そうだよね、今日踊ってるしね。さこちゃん今高校1年生です。今高1です、が次高2、今年の春から高2かな。やばいよね、 STU のさ加入した時はまだ中1とかだったのに、早いですね。お、初めて僕太鼓屋見た。その時のパセめっちゃ太っとるんよ。体重的にはそんな変わらないけど、なんかめっちゃね、あのね、あのね、なんかいいよ、あの過去の僕体とか見るとめっちゃパンパンなんですよ私。でもその時の方が食べてないんです。不思議ですよね人間って本当に。お、富士山が綺麗だった、いいね富士山、いいですねお正月に見る富士山。来てくれてありがとうございました。え、もう帰れた広島？もうお家？よかった、無事にあの雪とか降らんくてね。なんか私が STU 入る前とかは毎年お正月に雪が降ってるイメージあったけん、今日降るかなと思ったけど晴れてましたね。え、初夢って今日だっけ？昨日？今日？私ね少し前年末ぐらいに沖さんに対して暴言を吐く夢見たんですよ。最悪、めちゃくちゃ暴言を吐いてた私。夢でね、現実はもう好天満だから何しても可愛い可愛いって言ってます。目が温けて可愛い可愛いって言ってる。あ、今日見た夢、今日見た夢か、何の夢見れるんだろう私。意識せずに寝よう、なんか意識しすぎたら見れなくなりそうだから。何見るかな、来月に忘れてる。それ本当にそうだよね、
だって私夢見てもすぐ忘れるもん。わこの夢めっちゃおもろかったと思って起きるやん。起きた時にあ夢か、えおもろーと思ってファンの人に教えよう、メールで後で書こうと思って、もう覚えてない。その書こうと思ったことすら覚えてない、いつも。ね、何なんでしょうね人間の脳みそ。えさっき覚えてないよ、今日出たとか覚えてないよ、おみくじ引いたことも覚えてない。ね、メモ大事。私ね一時期ねスマホのメモにね、あの見た夢を全部メモってたんですよ。朝起きて目がこう覚める前、完全に覚める前に全部打ってたんだけど、見返してもよくわかんない文章で寝ぼけてるからやめました、削除した夢メモ。夢人生にあんまり関係ないの。さっき見てた夢を、めっちゃお腹グーグーなってた、やばい今運動したからこれでこのくるくるしたからお腹グーグーなっちゃった。思い出せない、すぐ消えてしまって、切なくなるんだ日差しのように。忙しいよね風を待つって振りが。無謀も踊ってる方は楽しいけど見てる人おおおおおおおってなる。腹ペコよ。フォローしましたありがとう。早くさ高崎あや子でバスツアーしようよ。この前ドラさんさんがやってたやつ高崎あや子ですよ。でもね高崎あや子のバスツアーあるあるかっこ予想、あのパーキングエリアでみんなが帰ってこない、サーヤンが違うバスに乗り込むの2本です。ありえる絶対。まったりしてるからさ高崎あや子きっとね何時集合で出発です、何時までにバスに戻ってきてくださいと言われても、多分その頃にレジに並び出す、あ何時だとか言って、いつもそうなんですよ高崎あや子って。なんかまったりしすぎててびっくりしちゃう、うん、超まったり空間です。平和、超平和です。ね、もしそこにソラハさんと帰ってきたらもうめっちゃめっちゃスピード速そう、はい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 、誰々はあっちで何かしたいとか全部指示出してくれそう。えそうなんですよね、バスツアーしてもねメンバーはメンバーだけのバスだから、あの現地集合みたいな、バスはファンの方同士だけで行って現地でメンバーいるよみたいなやつらしいです。でも写真撮れるらしい一緒に、よくない？やりたいそれ。私も高崎彩子か信代ソラパセでやりたい。でもダメかも、ソラハさんとパセでやったらずっともう放置かもファンの皆さんの存在放置でずっと二人で手つないでなんかねうろうろしてそう、よくないダメだ、絶対にこのコンビは一緒にするな。誰がいいんだろう、美穂とパセとかにしたらずっと食べてるからダメです。パとえでもさやっぱ高崎彩子が一番しっくりくるよ、一番しっくりくるよ。パセリンコね、リンコハイチュウ、ハイチュウ1本あげたんですよ沖縄のハイチュウ、沖縄でしか買えないマンゴー味のハイチュウ
なのにさ、しかも上げた時間が15時ぐらいだったの。なのにもうないのよ。おかしいよ絶対に。もう多分公演始まる前に食べ終わったやろ。大事に噛みな。この前も撮影の休憩中にね、ずっとハイチュウ食べてった。ブドウ味のハイチュウ、ハイチュウ。チューイングキャンディーが好きらしいです。気持ちはわかる。テイクストックさん、クマありがとう。ね、お菓子好きですよね。でも私はお菓子でもなんかタケノコの里とかアルフォートとかそういうチョコのお菓子が好きだけど、多分リンコはあの何そういうチューイングキャンディーとかそっち系が好きなんよね。ハイチュウの、え、紹介してくれたの、ハイチュウ抜き殻、抜き殻ハイチュウ。ガブリチュウってまだ売っとる？あんま見たくない？売っとるんかい？何弁？売っとるんかね。リンコの家の近所にあるとかな？そう、リップを塗りたいです。唇の色が失われている気がする。あるかな、リップ。私のシナモンボックス。あ、リップ入ってない。取りに行かなきゃだ。セブンに売ってんの？ガブリチュウ。え、私あのアイスが忘れられません。あのアイスクリーム、あの NYC なんとかキャラメルなんとかカップアイスみたいなやつ、あれが忘れられません。売り場すらなくなってました。昨日まであったんですよ。年越したらなかった。なんで年越しできなかったんかな。取り残されたんかな。私が助けに行かなきゃ。それはもしみんなの近所にあったら教えて。私も希望が持てます。たまにあるよね、発売終わったアイスがコンビニにずっとある時。ああ、売れ残ってんのかなと、私が買ってあげなきゃと思うんですけど、そういう時大体なんかお仕事のロケの合間とかで買えなかったりする。そう、ニューヨークシティサンド、それです。そのアイス美味しいの。超高いやつ。見つけたい。そう、買いだめしようと思ったんよ今日。あの、自分へのお年玉としてアイス買いだめしようかなと思ってコンビニ行ったら一個もなかったです。あーって。それとおでんを買おうと思ったけど、おでんを買う気力も失せて七チキにしました。美味しかった。久々に食べたチキン。いつもね、ソラハさんがチキン食べるんですよ。なんかソラハさんコンビニ行ったら絶対チキンとカフェオレ買うんですね。だからいつも美味しそうやなと思って。でもダメダメ、揚げ物は我慢我慢と思ってたけど今日は食べちゃった。ニューヨークシティサンドね、よくお話し会とかライブの差し入れでいただくから美味しくて大好き。アイスも美味しかった。自分で作れるかなあれ、頑張れば。早く七チキとファミチキとエルチキの食べ比べがしたいです。夢私の密かな野望、食べ比べ。春は揚げ物、ヨーヨーブツブツになりゆくお肌は少しテカリて。新一さん、だるまありがとう。揚げ物っていいですよね。次のスペイベ、え、スペイベなかったよね、発表ないのかな。スペイベってもういつもどんぐらいにあったっけ発表。え、スペイベしたかった。え、スペイベで食べ歩きとかスポーツとかなんかしたかった。次のスペイベは食べ歩きツアーとかなんで今言ったの、また言ったんだろう、同じこと言ってる。
ね、スペイベ。でも絶対はシューザンハイランドだけは却下で。バンジーファンの方の前で飛ぶのはちょっと早く飛べよーってやじ飛ばされそう。やだやだ。いやですね。ハミチキ揚げたてのジューシー感。揚げたて食べたことないや。あれ運が良くないと食べれん？PR 舞台シーズン3。やだ、絶対にやだ、無理。シーズン2でもう終わりにしましょう。これから増えていかない数字は。ファンの皆さんも大変だもんだって。やだ、ずっとこの7人でいようよ。やだよ。確かに3期生いつお披露目なんだろうね。でもそろそろさ、6周年の時期ですよね STU って。去年は5周年コンサートが本来3月とかにいつもあるけど、それが5月になって、それが延期になってね、結構遅くなっちゃったけど、もうそろそろ6周年コンサートとかの時期じゃないですか。で3期生ね、もうお披露目あってもおかしくないよね。あー、どんな子が来るの一体。めっちゃ足しびれた。正座したらしびれちゃった。クッションに座った。そっか、フラワーフェスティバル。あー、そうだね。私出たことないフラワーフェスティバル。いつもいいなと思って見てました。2年前3年前とかのさ時に2期生から何人か選ばれとって、いいなと思ってた。その時から。どんな子に来てほしい？え、アイドルになりたかったんですっていう子とか、 STU のことが好きっていう子が来てほしい。確かにサミット、本当だね、本当だ。167センチの子、ココアタン。そんな私が大変よ、もう可愛がっちゃう。いつもさ可愛いねとかさ言ってもさ、見上げてるんでしょ私、こうやって。私夏祭りとかあるんですかね。夏祭り行きたいです。スペイベ夏祭りにしない？みんなで STU 夏祭り。メンバーが屋台とか出したり、浴衣着たりうろうろしたりとかするやつ。前に先輩たちがやってたやつ、2期が入る前に。ああいうのしたい。屋台とかやりましょうよ。ファンの皆さんと一緒に祭り気分を味わえるやつ、そういうの。でもまだ難しいかな、ご時世的に。提案通るかな。結構前だよね、2期が入る前だから。なんで2期生。2期生入ってすぐもうお家だったから、ずっと自宅。AKB さんの夏祭りあれですよね、あの小島春菜さんとかが自転車で通過していくやつよね。楽しそうだったよね、あれ行きたかった。衣装展示とかもしてほしいな、今度あるけど。今度東京公演の時にね、 STU のシングルの衣装の展示があるらしいですよ。わーすごいね。
どんな素材かなって見てください。おおって、素材とか、私がこの前 AKB さんの衣装店に行ったんよね。そこがなんか柵とかフェンスとかなんかそういう守られてるものが何もなくて、本当に手を触れないければもう全然こんぐらいの距離で見れたんですよ。そこで一番びっくりしたのが細っって思った。ウエストとかのベルトとかもうめっちゃ細いの、もう太ももぐらいのウエストだったの。びっくりした。それに衣装は全部細くて、細っ。注目ポイント即でした。そう、名前が衣装のどこに書いてあるの？ここの裏のなんか首のとこのタグに書いてるかな。 STU が分かんないけど、ペダルの MV 衣装、ペダルの MV 衣装でね、あの泣きながら吠えんで歌うって決まった時にペダルの MV 衣装いいなとか思っとったんよ。可愛いよねあれ、私着てみたいんですよあれ。でも結構重たそうって言ってた、重たいよみたいな聞いたことある、ね、なんかめっちゃコンタクトずれるな感想で。こんばんは、大阪のひろしさん、お断りです。ちゃんと断れた、ほっとした。うん、思い出した、今ので思い出したけど、昨日さ、昨日ソラハさんと配信した時にさ、ありがとういい薬ですが通じなかったんよソラハさんに。で今日楽屋でね、同期のメンバーに、ね、ありがとういい薬ですって知ってるって聞いたんです。何それって言われた。リコちゃんとかそういうなんかいつも話が合うけん知ってるって聞いたら知らないと言って、あやぱんに聞いたけど知らないと言って、全然みんな知らんかった。そう、大谷さんだよって言ったら大谷さんは分かるよって、でもその CM は知らないって言われて、ん？知ってますよねみんなは、私だけじゃないよね、私が勝手に脳内で作り出した曲じゃないですよね。よね、ジェネレーションギャップってやつ、もしかしてあいこ知ってるかな。知ってます？よかった。知らないの？嘘じゃん。地域性？広島の人知らんとか？あ、なんか今イチゴが食べたくなった、急に。イチゴの味とかじゃなくてガチのイチゴ、フルーツのイチゴ食べたくなった今なぜか。栄太郎さん、ハッピーニューイヤー、ありがとう。なんでだろう、ちょいちょいね感じるんですよジェネレーションギャップ。もう57分早っ、嘘じゃん早っ。もうメイク落としたら爆睡だ。でもね、なんか配信あるあるなんですけど、お風呂とか入ったりメイク落としたりして顔洗うと目が覚めるんよ。悔しいよね。こんばんは、自宅に到着、おかえり。よかった無事に帰れて、ありがとういい推しです。よかったいい推しで。じゃあ11月4日にツイートしてください、いい推しです。アーナの誕生日だ、11月4日。じゃあそろそろ終わりたいと思います。
私はもっと好きになっていいですか。お願いします、頼もう。道場破り、もっと好きになったケロ。お休み、いつもお休みが早い。お休みだけ一丁前に早いバイバイとかみんなお疲れ様、おやすみ。早い。いいな、みんな、みんなはさ、友達とかに会えるわけでしょ、家族とか友達とか。いいですね。はあ、みんな帰省しちゃったよ、メンバー寂しいよ。バイバイ。壇上も13位ひやくさん、12位スプマンテさん、11位カメさん、10位クロさん、9位タニさん、8位ヨシヒロさん、7位ユータくん、6位ヤスベイさん、5位テイクストックさん、4位プーさん、3位サユッチュさん、2位平手おじさん、1位トモッチさん、ありがとうございます。イエイ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 。今からおせち食べるんですか。え、いいよ、大丈夫、まだ正月だもん。食べな食べな、私もなんか食べたい気持ち今。でもなんか心も寂しい気持ち。じゃあみんなツイッターで構ってください。リプかタグかなんかして構ってくれ。じゃあおやすみ、また明日、バイバイ。見てくれてありがとうございました。